ていきましょう。天竜は放火。よし。その調子です、ルーシーさん。大地を、風を、気を、肌で感じるのです。そして自然と一体化するように、呼吸を整える。きつい。レイラ様も同じような特訓をして、精霊魔法を鍛えてましたよ。ねえ、一なる魔法って聞いたことはある？全ての魔法の始まりの魔法でした。ハデスが言ってたの、それを手に入れたいって。私、お母さんからその話聞いたことあるんだけど、ゼレフとか大魔法世界とか、そんな物騒な。それは一見簡単に手に入るようで、とても難しい。そして確かに何事にも勝る強い力でありながら、とても弱い力でもある。お母さんは言ってた。全ての魔法は愛から始まったって。だから私は、一なる魔法って愛のことだと思うの。とても素晴らしい解釈です。ハデスもそう考えることができたら、闇の深淵に触れることもなかったのかな。もっと強く。アイサー。もっともっと強く。アイアイサー。俺たちのギルドを舐めてる奴らを黙らせてやる。フェアリーテイルの力を見せてやるんだ。見せてやるぞ。姫、大変です。いきなりどうしたのよ。そういや、ルーシーが7年間フェアリースフィアの中にいたってことは、契約してる精霊もずっと精霊界とやらにいたってことになるのか。かわいそう。ルーシーのせいで、ルーシーのせいで。いえ、それは大した問題ではないのですが、精霊界は滅亡の危機なんです。皆さん、どうか助けてください。なんだ、精霊界にて
王がお待ちです。皆さんを連れてきてほしいと。よし任せとけ。友達の頼みとあっちゃ。行きます。特別よ。プリン。なんだそういうことか。びっくりさせやがって。久しぶりだねみんな。さあ僕の胸に飛び込んでもいいよルシー。もうそう今宵よいに飲め歌え。騒ぎや騒ぎ古き友との宴じゃ。まさかそれってこっちでの1年が人間界での1日みてえな夢のような修行ゾーンなのか。いいえ逆です。精霊界で1日過ごすと人間界では3ヶ月経ってます。え終わった。ヒゲ時間返せ。今からでも遅くない。5日間で地獄の特訓だ。お前ら全員覚悟を決めろ。寝る暇はないぞ。エルザの頭に鳩が。足に何かついてる。メモだ。なになに。フェアリーテイルへ。丘にある壊れた吊り橋まで来い。なんだよ偉そうに。どうしますか。なんか怪しいわよ。いや行ってみよう。行けばわかる。
しょっと。よいしょっと。来てくれてありがとう、フェアリーテイル。ジュロール、変わってないな、エルザ。もう俺が脱獄した話は聞いているか。ああ、そんなつもりはなかったんだけどな。私とメルディで牢を破ったの。私は何もしてない。ほとんどウルティア一人でやったんじゃない。メルディ、ジュビエ、久しぶりね。こいつらグリモーの。まあ待て、今は敵じゃねえ。そうだろ。ええ、私の人生で犯してきた罪の数はとてもじゃないけど一生では償いきれない。だからせめて私が人生を狂わせてしまった人々を救いたい、そう思ったの。例えばジェラール。いいんだ、俺もお前も闇に取り憑かれていた過去の話だ。ジェラール、お前記憶が。はっきりしている、何もかもな。6年前まだ牢にいる時に記憶が戻った。エルザ、本当に何と言えばいい。楽園の塔でのことは私に責任がある。ジェラールは私が操っていたの。だからあまり責めないであげて。
俺は牢で一生を終えるか。死刑。それを受け入れていたんだ。ウルティアたちが俺を脱獄させるまではな。それって何か生きる目的ができたってことですか？生きる目的、そんな高尚なものでもないけどな。私たちはギルドを作ったの。正規でもない、闇ギルドでもない、独立ギルド、クリムソルシエル。私たちの目的はただ一つ。ゼレフ、闇ギルド、この世の暗黒を全て払うために結成したギルドだ。二度と俺たちのような闇に取り憑かれた魔導士を生まないように。それってすごいことよね。評議会で正規ギルドに認めてもらえばいいのに。脱獄犯だぞ。私たち元グリモアハートだし。で、あなたたちを呼んだのは別に自己紹介のためじゃないのよ。大魔党演舞に出場するんだってね。あなたたちに一つ頼みたいことがあるの。毎年開催中に妙な魔力を感じるんだ。その正体を突き止めてほしい。その魔力は邪悪でゼレフに似た何かなんだ。ゼレフに近づきすぎた俺たちだから感知できたのかもしれない。ゼレフ、私たちはその魔力の正体を知りたいの。ゼレフの居場所を突き止める手がかりになるかもしれないしな。もちろん勝敗とは別の話よ。私たちも金ながらフェアリーテイルを応援してるから、それとなく謎の魔力を探ってほしいの。雲をつかむような話だが受け合おう。いいのか、いるぞ。妙な魔力のもとにフィオレ中のギルドが集結してるとあっては私たちも不安だしな。報酬は前払いよ。食費、家賃。いいえ、お金じゃないの。私の進化した時のアークがあなたたちの能力を底上げするわ。え？パワーアップと言えば聞こえはいいけど、実際はそうじゃない。魔導士にはその人の魔力の限界値を決める器のようなものがあるの。たとえその器が空っぽになってしまっても、待機中のエーテルナノを体が自動的に摂取してしばらくすればまた器の中は元通りになる。ただ最近の研究で魔導士の持つその器には普段使われていない部分があることが判明した。誰にでもある潜在能力、セカンドオリジン。時のワークがその器を成長させ、セカンドオリジンを使える状態にする。つまり今まで以上に活動時間を増やし、強大な魔力を使えるようになる。おおおお、全然意味わかんねえけど。ただし想像を絶する激痛と戦うことになる。目が怖い。構わねえ。ありがとう、ありがとう。いやグレイ、天狼島以来ね。と言ってもあなたからすればそう日は経ってないのかもしれないけれど。あんたは7年の間に随分変わったようだな。ええ、己の罪を認める気になったから。認める？私は幼い頃に母に捨てられた。魔法開発局に送られ、代わりに母はグレイとリオンを弟子に迎えてた。その時私は母に復讐しようと決めたの。そしてハデスと出会い、時のアークを学んだ。ゼレフが復活し大魔法世界も訪れれば時のアークは完成し、失われた幸せを取り戻せると聞いたわ。全てをやり直すため、呪われた人生を幸せな人生に変えるために、私は血で染めすぎた。全部が全部あんたが悪いわけじゃないだろう。そ
そうかもしれない。でも私のしたことは決して許されないわ。罪を背負って生きることが全てもの償いとなれば。決まってるならいいんじゃないか。え？落ち込んでいようが沈んでいようが、目的さえ持ってりゃ死んだまま生きるよりずっといい。強くなった気がするぞ。それじゃ時のアークがうまく機能したかテストしてみましょう。俺たちが練習相手になろう。遠慮なくかかってきてくれ。セカンドオリジンにより得た力見せてもらおう。七つの星に裁かれグランシャリオ。よし、上出来だ。セカンドオリジン使えるようになったみたいね。さすがフェアリーテイル、飲み込みが早いわ。うん、魔力上がったみたい。精霊界を無駄にした分取り返せたかも。新たな力を自在にコントロールできるようになったらまた来るといい。大魔党演舞前の腕試しね。次は本気だから覚悟して。自信持てたら会いに来るといい。
記憶が戻ったと言ったな、ジェラール。ああ、それはつまりシモンのことも。俺が殺した。ニルヴァーナの時のことは覚えてるよ。記憶をなくした自分という感じで覚えてる。不思議な気分だ。私は昔のお前だと思って接していいのか。そうしてもらえたら嬉しいが、シモンの件もある。俺とは距離を置いてくれて構わない。お前がシモンの仇を討ちたいと望むなら、俺は命を捨てる覚悟もある。シモンがそんなことを望むと思うのか。闇ギルドを殲滅するためのギルドを立ち上げた。それがお前の罪滅ぼしであり、お前の覚悟だろう。よくわからないんだ。なんだと。確かに最初は罪滅ぼしのつもりでクリムソルシエールを作った。だけど俺が楽園の塔でしてきたことはとても償える罪じゃない。俺は何のためにこんなことをしているのか、思考の迷宮から抜け出せない。俺はやはり死ぬべき人間なのかもしれない。何をふぬけたことを言っている。お前ほど強くないんだ。俺は強くなければ生きていてはいけないのか。違うだろう。生きていくことが強さなんだ。お前は昔のジェラールじゃない。生きることに必死だったあの頃のジェラールじゃない。そうかもな。貴様、少しは自分に優しくしてもいいんじゃないの。それとも自分への罰のつもり。罰こそがクリムソルシエールの掟だろ。みんなで決めたじゃないか。光の道を進む者を愛してはいけない。俺はエルザが幸せならばそれでいい。にしてももっとまともな嘘なかったの。最低ね。何カッコつけてんのかしら。婚約者か。嘘が下手なのは相変わらずだが、昔と何も変わらない。これでよかったんだ。これが私たちの答え。見て見て、エルザ。
さて次は。素晴らしい。
行き先はここにするか。何が出てくるか。こりゃもう切れねえな。捨てるしかねえか。なら、ジュビアにください。どっから出てきた。捨てるくらいならジュビアに譲ってください。きっと有効活用してみせますから。何に使う気だ。お前には絶対渡さねえ。というわけでウェンディがこの絵を見て落ち込んじゃってね。そんなに気にすることないのに。いやいや、ルーちゃん何のんきなこと言ってるの。これは由々しき問題だよ。そんなにかな。ルーちゃんには持たざる者の気持ちはわからないよ。ウェンディがどれだけ辛い思いをしたか。持たざる者って、でもどうしたら元気出してくれるかな。ウェンディ待ってて、私がリーダスに書き直してもらってくる。あ、ちょっと。あんなに積極的なレビィちゃん久々に見たかも。ルーちゃん、書き直してもらってきたよ。ほら、見て見て。おお、ほんとだ。ずいぶんナイスバディになったわね。エドラスにいたあっちのウェンディそっくりね。これでウェンディもきっと元気出してくれるはずだよ。それはどうかは分からないけど、渡してくるね。
ちゃった絵返しに来たわよ。え、ああリーダスさんが描いてくれたあれですか。別に返してもらわなくても。はい、どうぞ。お、これお胸が。まあいろいろあってね、こっちが本当の創造図っていうことで。わざわざ書き直してもらったんですか。そこまでしてもらわなくてもそんなに気にしてないですよ。あ、そうだよね、ごめん、おせっかいだった。いえ、気持ちは嬉しいです。ありがとうございます。私7年後にこうなれるよう頑張りますね。何を頑張るのか分かりませんけど。そっか。元気出たみたいでよかった。
ち、しまった、つい気合を入れすぎちまった。これじゃ食えねえ、せっかくの食べ物が。夏、元気出して、おいらの分けてあげるから。ハッピー、ありがとうよ。やっぱりお前は最高の相棒だ。はい。身が残ってねえじゃねえか。ここにしましょう。守るよ。
きましょう。かかってこい。
ておるの。頑張ってるわね。なんという男。え？なに？リサーナ。エルフ兄さん。どう？ありがとう。